はい、どうも、ラギです。皆さん、こんにちは。なんと、スプラトゥーンのですね、次なるフェスの情報がやってまいりまして、スプラトゥーンって覚えてますか？ハロウィンのフェスなんだけど、それに似たね、冬のフェスがやるみたいで、フロストイフェストみたいな。フロスティーか。フロスティーフェス。言いづらい。すごいんだよ、これ。なんか、映像っていうか、ま、写真しかないんだけど、写真見ると、この雪だるまね。雪だるまが立ってるのよ。フェスの時に。てか、雪降ってんのよ。ハイカラスクエア、ハイカラシティに。すごいよね。これ。で、可愛いしね、この、つぶらな瞳。こっちハイカラシティですわ。ハイカラシティにも、雪が降ってます。で、雪だるまが立ってて、あ、こっちあれだ。みんなニコニコしてる。雪だるまが。で、あとはナマズ。電気ナマズがさ、ついてる塔も真っ白で、なんかみんな寒そう。ほら、なんかニット帽かぶってない？ってな感じで、新しいフェスがやるみたいな情報をね、一足先に、動画にしました。このね、ギアがね、もらえるみたいな。ハロウィンの時ももらったと思うんだけど、可愛いギアがもらえるみたいな。仮面舞踏会みたいな。金魚マスケラとか、まあお洋服かな、これ。お洋服。お洋服じゃないわ、これ。これあれだ、クラウンだからあれだ。頭の帽子や。で、次、あれだ。ミッドサマーとかに出てくる、ホラー映画に出てくる、花飾りの頭のやつ。と、シルクハットね。怪盗フック。あ、じゃあこれシルクハットのさ、フックってあれか、メモついてるんだ。メモだよ、みんな。怪盗キットがつけてる、モノクロだっけ？モノクロっていう名前の、なんかついてるね。まあ、頭のギアもらえるみたいなので、ちょっと楽しみですね、これね。欲しいね。まあ、もらい方もまた動画にすると思うので。はい。ということで、本日は以上。